皆さんおはようございます2021年8月21日立憲民主党の副代表の衆議院議員原口和弘です朝のご挨拶 A ですご兼用もう梅雨の時のようにすっごいこのドンファンあんまりドンファンちょっと宣伝しすぎたんか 手に入らないですねお聞きになれますかこの声これこれコオロギの声ですよねえまだ8月なのに秋の虫の鳴き声が聞こえてきますね セミは聞こえないこれセミの抜け殻この下にいっぱい潜ってるってことですよね十六はこの風に復活これでもうつさんとこれ本気でもまた同じようになりますね 昨日はです、ねあの、いろんな方々と結構ちょっと夜遅くまで、えー、話し合いをしてでこの災害対応、えー、この熱海の土石流の問題、まあ、佐賀も土石流盛り土の土石流の問題全国各地から言われていてで 熱海の土石流被害の弁護団の方々とお話をして私たまたま前、えっと、駿河銀行の問題の時の,あの野党合同ヒアリングに来てくださってた弁護士さんと昨日お話をしてですね8月31日、えー、合同ヒアリングに来ていただくことが決定しました。 8月31日のですね、えー、2時から午後2時からですねでもうお話を聞,聞けば聞くほど調べれば調べるほど本当にとんでもないことが起きていてでこれでも熱海のこの問題をもう決してないがしろにできない渡辺衆君の選挙区ですね渡辺君さんもあの当然 えー、来てくれるとということで,で今日もこの後あと災害対応で佐賀の方のいろんなまあでも大臣がテレビにこう映ったところを中心にですね、えー、次々と来県するっていう話が来ておとといかな昨日かな,日かなちょっともう日付は忘れましたけど。 私たち国会議員にも来てくれと言われてでなんか通り一辺倒の視察をね、えー、にちょっと付き合うっていう余裕はないんで、えー、ちゃんとあの見てそして激甚災害早急な対応をしてくれることをあの願って私はそっちには行きません。えー 私の佐賀行区だけでもですね結構な被害が出ていてでこういう災害の時はもちろんその厳しいところ竹を中心にですねこれ領域治水の在り方防災の在り方を根本から見,見直してそしてそこにちゃんとした予算を投じるんですよ。投じなきゃいけませんあの やっぱり鈍いですよね。2年前の、あの、もう二度とこういうことを起こさないと。で、会社の方はもうバシッとやってくださったんで、坂手工場こ、今回は、ああいう油の流出事故なんていうのは起きなかったんですけども、なんでこの鈍いかというと、その、やる気の問題というよりかも予算の問題ですよね。予算を、こう、 ケケケチチチってケチっっててて結局その今日もいくつかツイートしておきましたけどデフレを放置してるじゃないですかあの縮んでるんですよどん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 でその縮んでる一方で災害は激甚化していくわけだからその分国民が命と暮らしの危機にさらされてるわけですよねでこのやっぱり悪性を 丸ごとあの取り払わなきゃいけない。昨日もあの、どうしたらこの保健所に負担がかかって、そして一部の医療機関に負担がかかってる。で、もう医療崩壊を起こしてる。で、これを間口を広げて、そしていかにすぐにあの入院でき保、保護、隔離でき、 やれるかっていうのをずっと議論して、昨日の夜のあの機能的財政論の158でそれを詳しくお話をしてますんで、ぜひ皆さんご覧になってください。で、保健所縛りっていうことをよく言う人がいるけど、それが法によるものなのか、ガイドラインによるものなのか、事務連絡によるものなのか、通達によるものなのか、 ここのところもですね再度確認してで運用の柔軟化、つまり、えー、新型コロナウイルスって特殊なやっぱりパンデミックでそのよく2類から5類とか言ってるけど2類だったのはあの指定感染症の時で今は違うんですよねむしろ2類相当って言ってたのはその時で1類相当に近い運用もしてるわけですね。 で、ところがその一類相当っていうと、例えばエボラ出血熱。エボラ出血熱が発見されたらお医者さんどうするかっていうと、それ自分で手に負えませんから、えー、保健所に言って、そしてさらに大きなところが介入してくるわけですね。介入というか支援をしてくるわけです。で、その仕組みなんだけど、新型コロナウイルスはそれをやってたんではとてもその、 こんだけの、その、爆発的感染には対応できない。だから、間口を広くするのと、それからその、対応してくださる方の数を揃えると。これしかないんですよね。早期発見、早期治療、早期保護、早期隔離。このためにはですね、かかりつけ医や、あ町の、その、お医者さんたちにもお願いをするって、 しななきゃいけないけけっって言って言るわけですねでもそのための支援策が必要なんですよ。で災害に話を戻しますけども結局そのああやって、えー、大臣とかが来てもですねパッケージを持ってきてほしいんですよ。現状がどうかっていうのはもう報告上がってるはずですから。 頑張ってる市長ですよ。まあ宅も小木も佐賀もそうですけどもあの何をが必要かっていうのはもう上がってると思いますだから防災担当が来るんであればどうしたらああいう内水氾濫に至らないかっていう予算組まで持ってきてほしいわけですよで。そのことを言ってで あの、私ずっとその全国各地でオール沖縄の枠組みっていうことを、あの、この朝のご挨拶でも言ってきました。オール沖縄って何かっていうと、この米戦争やの傀儡保守にもう踏みにじられてきたこの沖縄。今日もあの、ある大学が、コロンビア大学ですね。 デイリー新調なのかなあの、オンラインで見,見たら、特別なその、何て言うかな、えー、コロンビア大学ってなかなか入りにくい大学なんですよね、えー。学生の質も高いし、私もあそこであの、講演したことはありますけども、あの、特定の教授に導かれてですね、講演させていただきました。ありがたいことだなと思います。で、学生の質問も、 あの時私は30、8か9かちょっと忘れましたけど、まあ、30代の終わりだったんですね。で、わあすごいなあの、私の東京大学でもこういう質問を受けたけど、さらになんていうかなーワールドワイドで視野の広い人たちが集まってんだなと思いましたけど、 ことその特殊なパイプのところは、まあ、ジャパンハンドラーズっていうのかな。そういう特殊ルートがあるらしいんですよ。です。それはこの記事が出る前に、私もある議員に、いや、すごいですねってあなた。あのー、コロンビアって僕も入れたら入りたい、学び直したいって、 思うんですけどって言ったらいやいやあの簡単に入れますと私みたいなのでも本当にあのそれも特殊なルートがあってねっていう話をしてましたまあちょっとこの話はまた別の機会にしますが要はその傀儡捕手というかジャパンハンドラーズにもうぐちゃぐちゃにされてるわけですよね沖縄はオスプレイが1メー,ターを超える部品ですよあそこ23機配備したはずですね私に嘘ついて。 2007年かな ?2002 年に、えー、地位協定の改定案を作って2004年かにオスプレイの配備の話があるけど裏で進めてるだろうって言ったらそんなことはあの知らないって言ったのをその3年後かにもうちゃっかり入れてるわけですよもう本当に嘘つきばっかしかもその日本の防衛になるんだったらいいですよ でももう23機のうち3機墜落してません今、補充してるんですかねまあ米軍だからね、自分たちのあ軍だから、日本の自衛隊が買おうとしたこれ1機220億でしょ総務省消防庁より高いわけですよ。で、まあちょっとオールサガまでなかなか行き着きませんけども、そういうその米兵が沖縄の少女を 領辱するとあるいは人を殺すともうそういったものに我慢ならん立ち上がったのが小長さんですね小長さん亡くなりましたけども彼は自民党沖縄県連の幹事長をしてたわけですねでそれをもう自民党抜けてそして今竹春さんがあのご子息はですね頑張ってますけどもそういうその保守の 旧来で言う、その傀儡保守じゃない人たちを集めて、そして、えー、いわゆるその、ほそういう,う、地元を、それから独立保守って私は呼んでますけど、その独立保守の人から、えー、革新に至るまで、幅広く、あの、手を結んだ連帯がオール沖縄ですね。今の知事、玉木デニーさんにしても、 元はあの自由党。私民主党でも一緒でしたけど、小沢一郎さん。小沢一郎さんもそうですね。元自民党なわけです。で、その自民党の、まあ、経験も活かしながら、いい経験ですよ。悪いのはもう全部、あの、置いてきて、それで、あの、オール沖縄っていうのを作った。ま、あ素晴らしい枠組みだと思うんですね。今の立憲民主党、 あの皆さん少し左に寄ってるとか、えー、右もいっぱい入ってるとか、いろんなこと言いますけども、あの、左右じゃないんですよ。要は、あ,あの、傀儡か独立かなんですよ。星の見分け方は。うわあなんじゃありゃ。エイリアンみたいな虫がいる。 あいつ目を食べてる許しがたしご覧になれますか見たくないでしょうけどこれ ニョロニョロ系が嫌いでご覧になれますねえ、まあ、彼らも生きてるからあれでしょうけどこの大切にしてるドンファン2号に取り付くとはなんとでちょっとオール沖縄に話を戻しますと。 その中ででやってるから非常に公正ですよねそして特定の政党にあの偏るんじゃなくてとってもその自由で横の連帯が強いですねで私は立憲民主党の今回の総選挙戦略もそれでやるべきだっていうのをずっとここで言ってきましたで私たちが首長に求めるものもそういうものですね えー、もちろん立憲民主党の推薦で立憲民主党の、えー、印のついた首長をいっぱい作るっていうのはそれも一つの大事なミッションです。今、あのー、横浜の市長選挙もうここ主張明確にしてですね頑張ってるし千葉の県知事選挙も熊谷さん熊谷さんはもともと 千葉市長選の時にですね、当時の民主党推薦で私もあの民主党が一生懸命応援してあの一緒に歩いたことがある、まあ、素晴らしい人材ですね。今回の山中さんも本当に頑張ってます。だからそういう、えー、政党がま後ろにバシッとつくやり方もあるけども、例えばタクの 横尾さんのようにう横尾さんは私たちの同志だっていうのは誰が見ても分かりますけどもその幅広いオール沖縄のようなオールタクっていうその枠組みで支援をしていくと、えー、たとえまだ自民党の中に席を置いていてもその人たちも応援できるようにするということをそうですね千葉市長、ま もうよくままとめてました、ね、で今千葉市長になっているのは私たちの佐賀市の副市長だった神谷さんなんですよね。神谷さんもものすごくその人望があってあのみんなで佐賀にも来てくれって言ってたんですけどあのまあ自分の育った千葉で頑張ってますね。神谷さん頑張ってください。でそういういオール沖縄 と同じような枠組みが佐賀にもオール佐賀という形でですね、あるわけで、もう私たちがこう、たくさんの人たちと、それはもう、あの、自民、元自民党の人たち、あるいは自民党にいても、やっぱこれじゃダメだなって思ってる人たち、えー、今の姿勢を、のいいところを引き継ごうという人たち、 そういういい人たちの分け組みがあるるでですねでオールサガーいわゆる市民党ですね。で、それを、えー、立憲民主党は私がずっと民主党時代にやってたような市民政策金懇談会あれもですね NPO ですから政党がそのピラミッド構造の中でやって作ってくるあの政策とはちょっと違うんですよね。 要するにパートナーとして政党があり続ける。えー、佐賀2区にはですね、あのー、パートナー議員、サポーター議員っていうのがいるんですよね。で、私の佐賀1区にもそうなんですよね。立憲民主党籍は持ってないけども、ーパートナー議員、パートナーズっていう。 そういう緩やかな連帯っていうのも大事なんですね。で、それはなぜかというと、各政党にはやっぱり各政党の論理がある。で、その論理を、まあ、坂で言うと、えー、原口党っていうその、なんとかな、もうずっと戦い抜いてきた、あの、私の講演会があるわけですね。もうこれはあの、私でも時々怒られる、あの、もので、で、そういうこう、自由な枠組み。 自由だけど強固な連帯を作っていきたいと。オールサガっていうことをですね、今日ちょっと皆さんと共に確認をしておきたいというふうに思います。それじゃあ、えー、これで A を閉じます、えー。もう本当にこのデルタ株がですね、猛威を振るっています。お過去挨拶に来た。姿は見えず。 それじゃあ、このバラでですね、ぜひオール佐賀の枠組みを応援をしていただきたいと思います。それじゃあ、皆さん、ごきげんよう、良い一日を。